日本教職員組合、英語、ジャパンティーチャーズ・ユニオン、略称、JATU は、日本の教員、学校職員による、労働組合の連合体である。教職員組合としては、日本最大であり、日本労働組合総連合会、公務公共サービス労働組合協議会、教育インターナショナルに加盟している。また、かつては、旧社会党と共産党、2018年現在は、 立憲民主党及び社会民主党の支持団体の一つであり、両党に組織内候補を排出している。2016年秋時点の組織率は23.6%である。現存する日本の教職員組合の中で最も歴史が古く、規模も結成以来一貫して、日本最大の教職員組合である。日本国憲法や改正される前の教,員教職員の待遇改善、地位の向上、 教職員定数の改善をはじめとする教育条件の整備などを主な目的として活動している。2007年の教育基本法改定、教員免許更新制導入に反対する運動など、教育課題に直接関係する活動のほか、政治的な活動も行っており、入学式や卒業式で国旗形容及び国家聖書を求める文部科学省の指導に対しては、 様々な教職員に対する処分の実態などを背景にして強制であるとして批判的な立場を取る。日教祖の政治活動が大きな問題となった例としては、日教祖系の山梨県教職員組合による政治献金問題や教職員組合の政治活動問題などがある。55年体制下では他の総評警官功労と同じく、 社会党を支持する有力労働組合の一つであったが、かつては共産党支持のグループも日教祖に属し、共産党支持グループからなる反主流派が約3分の1の勢力を持っていた。1989年の労組再編で共産党支持グループの大多数が日教祖を離脱し、全教を結成、日教祖内の反主流派はごく一部を残すのみとなった。 2018年現在では、立憲民主党支持が中心であるが、岩手県、大分県など社会民主党を軸に支持するところや、広島県のように、新社会党を支援するところもある、NGO である、エデュケーションインター、国立、公立、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、 各種学校などの教職員で構成する組合と教育関連団体スタッフによる組合を単位組織とする連合体組織と自己規定している。現状では小学校、文部科学省が毎年10月1日に実施している教職員団体への加入状況調査や厚生労働省が毎年6月30日に実施している労働組合基礎調査などから 日教祖の加入者数が緩やかな減少傾向にあることが明らかになっている。日教祖の組織の形態は法人格のない社団であり、そのことに起因する活動範囲、権利能力及び財産管理などの問題を改善するために法人格取得への動きがあるが、その実現は現在もなお難航している。ただし、 公式ウェブサイトのドメイン jtu-net.or.jp は公益法人として取得している。かつては日本の学校教育に大きな影響力を持ち、文部省が教育行政によるトップダウン方式で禁止かつ地域格差のない教育を施行するのに対し、現場の教員がボトムアップ方式で築く柔軟で人間的な教育を唱え、激しく対立した。 その後、1995年に日本教職員組合は、文部省との協調路線へと方針転換を表明した。組織内候補として、日本民主教育政治連盟に所属する議員を推薦して国会に送り込んでおり、連合に所属する三別の中では、政治的影響力は大きいとされる。国会議員では、衆議院議員に横光克彦、川内博 本田平ヒを道下大輝、参議院議員には水、岡修一、ナ田谷、正義、斉藤義孝、八郎義雄がいる。本部組織地方組織独立機関、所属機関公立省、中、高等学校における、組織率及び、組合員数は、文部省及び文部科学省発表による。炭素数は、直接的な下部組織のみ、都道府県で、組織率に格差があり、 山梨県、静岡県、愛知県、新潟県、福井県、三重県、兵庫県、大分県、北海道、大阪東部などで比較的高い組織率を保つ一方、栃木県、岐阜県、震災用教職員に限った場合、その加入者数は約6800人で、加入率は約19.2%である。また、厚生労働省による労働組合基礎調査によれば、 私立学校教員や大学教員、教員以外の学校職員を含んだ組織人員は約23万6千人である。正式な組合歌は日本教職員、組合歌であるが、現在、集会などでよく歌われているものは日教祖が公募して、君が世に変わる国家として1951年に選ばれた緑のンガである。第二次世界大戦後に日本を占領下に置いた、 連合国軍最高司令官総司令部は学校教育の改革政策として民主化の一環として1945年12月に教員組合の結成を指令した。すでに11月には京都や徳島で教職員組合が結成されていた。12月には全日本教員組合が、また翌年、教員組合全国同盟が結成された。これら2つの組織に、 大学専門学校教職員組合協議会を加えて組織を一本化する機運が生まれ、1947年6月曜、大会では日教祖の地位確立と教育の民主化、民主主義教育の推進を目指すと定めた3つの考慮を採択し、6.3成完全実施、教育復興に向けての取り組みを開始するとした。 日教祖結成大会かしは原神宮1950年6月に北朝鮮が韓国に突如侵攻したことで朝鮮戦争が勃発し連合国軍最高司令官のマッカーサーは警察予備隊の創設を指令再軍備に道を開き日本を反響の取り出と位置づけたまた日本政府も連合国軍による占領終了に伴う主権回復を前にして日の丸 君がよ、道徳教育の導入など、左翼陣営から戦前への逆コースといわれる教育政策を施行し始めた。戦後教育見直しや再軍備への動きの中で、日教祖は1951年1月に開いた中央委員会でスローガン、教え後、再び戦場に送るな、青年よ、再び銃を取るなを採択し文部省の方針に対立する運動を開始した。また、 1951年11月10日、栃木県日光市で第1回全国教育研究大会を開き、毎年1回の教育研究集会を開催、現在に至っている。その後も、教師の倫理考量を定めて、新しい教員の姿を模索する一方、文部大臣と団体交渉を行ってきた。教育の国家統制や、1958年6月6日、 第17回大会で、金票闘争方針を討議、条件闘争案を否決。6月11日、役員選出問題で9回。7月27日、東京で再開。宮野原初記長を選出した。10月28日、金票闘争で、群馬、高知で10割9か。12月4日、高知10割9か。12月5日、小林委員長は、 闘争反対の不敬に暴行される。また、同じく、教育の国家統制に反対する立場から1950年以降、国旗慶応と国家政省の強制に対して反対している。国政においては、日教祖の政治組織である日本民主教育政治連盟は、1956年の総選挙で日本社会党などから推薦候補20人を当選させ、 1956年の参院選では10人を当選させた。1970年代に入ると、日教祖への右翼団体の妨害がエスカレートした。1971年7月22日から、佐賀県嬉市の町立体育館で行われた第39回定期大会の例では、会場周辺を700人の機動隊が警戒に当たっていたにもかかわらず、右翼側は前日から、 会場の天井裏に潜伏、大会の開会宣言に合わせて天井から消火剤を撒き散らし、19人が逮捕される事件も起きた。また、1973年大会の会場として確保した群馬県民会館からは、事前に周辺自治会から大会開催に賛同を得ること、会館や住民などへ被害が出た際には日教祖が保障することなどの条件が付された。次第に、 会場の確保は困難となり、利用を拒否される出来事も起きた。1974年の春闘では、本部委員長をはじめ21人が逮捕され、12都道府県13、組合999カ所が捜索を受けた。この事件を前後して、教師のストライキ実施方法で、日教組内で対立をもたらした。また、1980年代の労働戦線統一の論議で、 社会統計と共産党系が対立し、1989年11月には共産党支持グループが離脱して全日本教職員、組合協議会が結成された。こうして日教層構成していた一部の組合員や単位、労働組合が脱退した。1994年には日本社会党の路線変更に伴い、 それまで社会党を支持していた日本教職員組合も方針を変更し、文部省と協調路線を取ることに決定し、文部省と和解した。2002年度から翌年度にかけて施行された文部省国示の学習指導要領では、日本教職員組合がこれまでに取り組んできた自主的なカリキュラムの編成運動における総合学習の考え方に近いとも考えられる。 総合的な学習の時間が新設された。時代の変化とともに対立から協調へと変化しており、特に20世紀末から21世紀初めにかけては、日本教職員組合と文部科学省との長期の対立に終止符が打たれたのではないかという捉え方もされている。日教祖は、組合員の多くが小学校や中学校の教職員であることから、小中学校重視の活動を続けてきた。 これに不満を持っていた高等学校組合員も多く、文部省の打ち出した高校教員優遇政策に乗り、多くの高等学校の組合が日教組を離脱した。これは、当時の高等学校教職員組合のほぼ半数に当たる、1950年4月8日に、全日本高等学校教職員組合を組織した、1980年代後半、日本教職員組合が、 日本労働組合総連合会への加盟の是非をめぐり、三つどもへの対立が激化した。加盟に賛成していた主流派加盟に消極的な主流左派強行に反対していた反、主流派その過程で東京都教祖の左門問題や日教祖400日構想など組織上の混乱が発生した。そして主流左派の妥協により、 連合加盟が確実となった1989年9月の定期大会を反主流派のほとんどが欠席したことで分裂は決定的なものになり、反主流派の大半は日本教職員組合から脱退して全日本教職員組合協議会を結成、全労連に加盟した。1991年3月6日、協議会全協は同じく全労連加盟組合だった。 日高京一橋派と組織統合し、新組織全日本教職員組合を結成した。日本教職員組合から離脱した単位労働組合は、青森県、埼玉県、東京都、岐阜県、京都府、奈良県、和歌山県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、 高知県の教職員組合の十二組合であるが、逆に一部の教職員がその単位労組を脱退分裂し、日教祖に再加盟している。大阪府、兵庫県の教職員組合は、組合が分裂した。これらの県以外を対象区域としている日教祖は、反主流派の離脱を、日本共産党の分裂策動として強く非難した。脱退した炭素があった、都府県のうち、 義務教育の教職員を組織する組合については、すべての都府県、高等学校の教職員を組織する組合にあっては、約半数の府県で、日教祖中央の方針を支持する教職員による、新しい組合の旗揚げを支援した。大学教職員組合は、大学部という形で日教祖に加盟してきたが、大学教祖の側では、独立した単位組合として認めるよう要求し、 日教祖中央と対立してきた。反主流派が全教を結成して、日教祖を離脱するのと、相前後して、大学部も日教祖大会をボイコット、新たに全国大学高専教職員組合を結成し、日教祖から事実上独立した。国交労連にオブザーバー加盟。日教祖は1990年から翌年にかけて、各大学教職員組合の脱退を相次いで、 承認した。合わせて日教祖は、日教祖方針を支持する大学教職員を組織して、日本国公立大学高専教職員組合を新たに発足させた。しかし日大教は一部の付属学校の組織拡大に、とどまり事実上、その活動は停止した。現在は、日教祖と全体教は、給与問題での日教祖、日高教と全体教との共同行動が行われたり、 大会で挨拶をするなど一定の共闘関係を築くようになっている。連合結成に伴う競争運動の分岐は全教や全体教の結成にとどまらなかった。教員で組織する全国学校労働者組合連絡会や事務職員で組織する全国学校事務労働組合連絡会議などの独立系労組の結成がその一例である。なお、 これらの組合に参加する炭素の中には、東京都学校ユニオンや大阪教育合同労組、学校事務職員労組、神奈川など全労協に加盟する組合も存在する。日教祖の活動をめぐっては、教育及び教育行政のあり方をめぐって、しばしば議論の対象となってきた。詳細は、国旗及び国家に関する法律を参照1996年頃から、 教育現場において、当時の文部省の通達により、日照期の形容と、君が世の聖書の指導が強化された。日教祖などの反対派は、憲法が保障する思想、良心の自由に反するとして、日の丸の形容、君が世の聖書は行わないと主張した。1999年には、広島県立世羅高等学校で、卒業式当日に校長が自殺し、日の丸形容や、 君が予政承を求める文部省通達の実施を迫る教育委員会とそれに反対する教職員との板挟みになっていたことが原因ではないかと言われた。これを一つの契機として国旗及び国家に関する法律が成立した。国会での法案審議の際、政府はこの法を根拠に国旗形容、国家政承の強制はしないと答弁しているが、 文部科学省は同法根拠に教育現場を指導しており、国旗形容、国家聖書を推進する側との対立は続いている。日教祖参加では一部の炭素で国旗形容、国家聖書の強制に反対する運動が存在しており、こうした活動を保守派ジャーナリズムがしばしば取り上げるほか、個人の立場で国旗、国家問題で反対運動に加わる教員について、 日教祖の活動として語られることがある。一方、多くの地域では、日教祖加盟組織がそれらの課題に取り組もうとせず、事実上黙認状態であることに対して、反対を貫けと主張する陣営から強い批判を受けている。2006年、安倍内閣は、国を愛する心や、日本の伝統尊重を盛り込んだ、教育基本法改正案を国会に提出した。 日教祖はこの法案に強く反対し、国会に教育基本法調査会を設けて、慎重審議を求める署名運動を展開、200万筆を集めた。また、労働組合、市民団体とともに、教育基本法改悪ストップ、全国集会とデモを繰り返し開催し、国会前での座り込みなどを行った。また、一部の組合委員は、国会前での ヒューマンチェーンその他の集会に参加した。この集会には全国の多数の組合委員が参加したが、授業のある平日に行われていたため批判もあった。この点について日教祖は、集会に参加した組合委員は年休を取り、他の教員に歩行等を頼んでいると説明した。北海道教職員組合の政治献金問題をきっかけに自民党などから、 教職員組合の政治活動に関する批判がなされた。これに対し、2010年3月に行われた日教祖の臨時大会において、中村譲る委員長は、教職員組合の政治活動が許されないとの議論は全く誤りとして、日教祖の政治活動は正当だと強調した。また、教員の政治活動に罰則規定を設けるべきだという意見についても、教育に、 政治的中立性が求められるのは当然だが、罰則規定を設けるのは国際的な常識などを無視した時代錯誤の考えと批判した。日教祖系の炭素の活動をめぐってもしばしば議論の対象となってきた。日教祖は教育行政に関する文部省や教育委員会の決定の多くに反対してきたが、その手段としてストライキを用いることがあった。近年では、 1998年7月10日の東京都教育委員会による管理運営規則改正に反対した宮古高等学校教職員組合と都公立学校教職員組合による次元ストや2001年3月21日の北海道教職員組合による1971年に北海道教育委員会と北教祖が結んだ労使協定の一部削除に反対する 次元ストや2008年1月30日の北教祖による査定昇給制度導入に反対する次元ストなどがあった。地方公務員である教職員は地方公務員法第37条により、いかなる葬儀行為も禁止されている。しかし、教職員の葬儀行為を一律に禁止すること自体が、日本国憲法第28条に違反するとする反論もある。 校長着任拒否闘争、編集福岡県高等学校教職員組合は、日教祖全国一斉ストライキをめぐり、県教育委員会と激しく対立し、1968年県教委が任命する学校長の着任を拒否する校長着任拒否闘争を起こし、50名が懲戒免職などの処分となった。と山教の関係について、 編集山梨県教職員組合は民主党の腰石氏ず参院幹事長の2004年夏に行われた第20回参議院議員通常選挙に向けて校長、教頭を含む小中学校教職員らから組織的に選挙資金を集めたとして産経新聞に報道された。産経新聞はこの資金集めが山教祖の9つの地域支部や参加の校長組合、 共闘組合を通じ、寒波や選挙闘争資金の名目で、山教祖の指令により、反強制的に実施されていると報じた。同志には、複数の教員による、資金は越井市東への政治献金として、裏口座でプールされたという証言が掲載された。教員組合による選挙資金集めは、教員の政治活動などを禁じた、教育公務員特例法に違反する疑いもあるほか、 献金には領収書も発行されておらず、政治資金規正法に抵触する可能性も指摘された。山梨県教育委員会は、山教祖委員長や校長ら19人を処分したが、文部科学省は再調査を求めた。また国会でもこの問題が取り上げられ、法令が禁じた学校での政治活動だとの追及がなされた。その後、山教祖幹部ら二人が政治資金規正法違反で、 罰金30万円の略式命令を受け、山梨県教育委員会も24人に対し、停職などの懲戒処分を行った。山教祖幹部らは、教育基本法改正を前に狙い撃ちされたと批判したが、こうした山教祖の姿勢には批判の声も上がった。また、全国で日教祖の組織率が低下している中、山教祖は100%近い組織率を維持している。 山教祖が呼びかけた募金について、編集産経新聞の報道によると、2009年5月に開催された山梨県教職員組合の定期大会で、子どもの学び保障救援ンパが採択され、主に足長育英会奨学金への寄付を、名目として約1億7000万円が集まったが、実際に足長育英会に寄付された金額はそのうちの7000万円のみであった。 残りの1億円については日教祖が加盟する日本労働組合総連合会に寄付され、その後連合から日教祖に助成金として3750万円が交付されたとされる。この報道に対し連合と日教祖側は寄付金の使途は就学支援に限定し、募金の趣旨に沿っているので問題ないとしている。北海道滝川市でのいじめ調査に対する妨害、編集2005年。 滝川市立の小学校にて、小学6年生の女子児童がいじめを苦にして自殺した。この事件について、北海道教育委員会が2006年12月に、いじめの実態の調査を実施しようとしたが、北海道教職員組合の執行部は、同組合の21カ所の支部に対して、調査に協力しないよう指示していたことが報道され、いじめの隠蔽であると批判された。校長は、言及。 共闘と当時の担任脅威は勲告となった。法務省札幌法務局も事件について調査した結果、この事件を人権侵害事件であると認定した。北海道教職員組合の政治資金規制法違反事件、編集2010年2月15日、北海道教職員組合が民主党の小林、千代美衆議院議員に対し第45回衆議院議員総選挙の 選挙対策費用として1600万円を渡したことに関し札幌地検は政治資金規制法違反容疑で札幌地検が札幌市中央区の北教祖本部や小林千代美の選挙対策委員長を務めた北海道教職員組合委員長代理の自宅マンションなど数箇所を家宅捜索し翌3月1日に北海道教職員組合の委員長代理同所記長及び 会計委員の3人と小林陣営の会計責任者を同法違反の疑いで逮捕した。なお、同事件に対し来た教祖は札幌地検に対し不当な組織弾圧とした資料を配布しただけで事件への説明はなく外部からの問い合わせには一切答えないようにと同内支部に対し館高齢を敷いた。広島県立セラ高等学校国旗。 国家に関する事件も参照に、教祖は、前日のと、1999年には、広島県立セラ高等学校で、卒業式当日に校長が自殺した、日の丸、慶応、君がよ、政省を求める、文部省通達の実施を迫る教育委員会とそれに、反対する教師職員との板挟みになっていたことが、原因ではないかと言われた、同じ広島県で、2003年3月には、 小学校の校長が自殺する事件があった。この校長は、広島県尾道市の小学校に勤務し、同県が進めていた民間登用制により着任した元銀行員であった。自殺の原因としては、職場環境の違いによるストレスや、就労時間の多さなどが考えられたが、現場教員による突き上げが原因であるとする主張も、県内保守派を中心としてあった。さらに、 広島県は文部科学省が行った是正指導までは広島県教職員組合と広島県高等学校教職員組合とブラック解放同盟等を中心に解放教育運動の盛んな地域であった。それは文部科学省の国旗国家共生政策への反対運動にも結びついていた。この運動についてこれに反発する保守派は 教育現場では校長に対する突き上げとなっており、それはいじめにも等しいと主張した。広島県では1970年から現在まで12人以上の校長、教育関係者が自殺しており、これらの一部は解放教育運動の影響は少なからず存在するとする発言もあった。なお、同事件が発生した後、ネット上の一部で公共祖が殺人集団と誹謗されたり、 公共査本部が入っているビルの玄関に銃が打ち込まれる事件が起きたりもした。病急死なんと取られかねえない記事の掲載。編集産経新聞の記事によると、東京都公立学校教職員組合の機関紙、ウィークリー、東京教争の2009年12月8日付の紙面に、賢く病気を取る方法との見出しが付けられた記事が掲載された。記事内容は、 勤勉手当など手当の休日数による減額割合や昇給に影響しない休日日数など組合員が不利にならない最低限度の減額で最大日数の効率的な病休の取り方等病井休止難と捉えられかねないものであった。東京都教育委員会は教員の病休が深刻な問題となっている状況で不必要な病休を増長しかねないとして 訂正記事の掲載を求めた。東京教祖側は、記事の意図について、組合委員に、山育制度を理解させることにあり、病気を進めるものではないとした上で、真意と異なる見出しをつけたことを反省していると、釈明した。2008年9月には、国土交通大臣に就任直後の中山茂明が、大分県の教育委員会の低ら落なんて、日教祖ですよ。 日教祖の子供なんて成績が悪くても先生になる。大分県の学力は低い。日教祖は日本のがん解体しなければいけないなどの批判を行った。日教祖や野党だけでなく、マスコミや与党からも批判され、国土交通大臣を辞任する結果となった。中山は他の発言に関しては訂正や謝罪をしたが、日教祖批判については事実であり。 決壊するつもりはないと語った。笹厚幸は、実著や産経新聞において、日教祖組未員の教師が、警察官と自衛官の子供を立たせて、この子たちの親は、悪人です。と吊るし上げたことを記している。笹は激怒してその教師を家庭訪問させたが、教師は反省の弁を述べるでもなく、自民党や自衛隊、警察を非難するばかりであった。号を煮やした笹が、 教育委員会に訴え出て免職させるというと、教師は一転して、土下座して謝罪し始め、みんな、日教祖の指示によるものと述べたという。また、同志社会部次長、大野俊明は、自衛隊員の息子として教師からいじめを受け、登校拒否になったと記している。同じく自衛官の息子だった友人は内心書の評価を下げられており、親の職業を言いたがらない者もいたと語っている。 ジェンダーフリー思想。日教祖加名の一部炭素では、学校において男子を君ではなく、三付けで呼び名することを推進しているが、一部の教師や保護者からは違和感や懸念も示されている。授業における思想、歴史認識の強制、編集2012年1月に開催された教研修会では、授業で原子力発電所の危険性を上げた後、学科ごとに、 原発に賛成か反対かを問う調査を実施した仙台市の高校における事例が報告された。調査の結果、反対が少ない学科があったことについて、教職員の授業における操作的射程は意外と成功しなかったとの報告もなされた。また、中学校の授業で100人切り競争を歴史的事実として教えていることが報告された。これについて、藤岡信勝は、 中国のプロパガンダを教えている点で問題であり、学習指導要領にも反すると批判した。生徒らに、真理とする、組合教師の考えを強制しようとしてること、組合を避ける若い教師らには、労働時間で組合に引き付けよう、放課後に質問に来る生徒へは憲法を理由に、拒否すべきと述べていることに対して、週刊新潮は、ある見解を子どもたちに強制したら、労働者の権利をかざして、 さっさと帰るように教師を導きたいらしいと批判している。日教祖は支持政党である日本社会党が朝鮮労働党との関係を強化した1970年代から北朝鮮との連帯を強調し、包丁団の派遣を積極的に行い、北朝鮮の指導者を賛美してきた。1971年から1983年まで委員長だった。 牧江元文は1972年4月の金日成誕生を60周年に際して包丁し、同国の教育制度を絶賛した。同年、元総評事務局長の岩屋明も北朝鮮における思想教育について感銘を受けたと述べた。牧江田は最も尊敬する人物として金日成を挙げ、1991年には北朝鮮から親善勲章第一級を授与されている。 日教祖のトップとして、金正日総書記誕生を60周年祝賀に参加して、私は包丁して、以降、世界の中で尊敬する人は誰ですかと聞かれると、真っ先に、金日成主席の名前を挙げることにしています。主席に直接お会いして、朝鮮人民が心から敬愛し、父と仰ぐにふさわしい人であることを、確信したからでしたと述べている。 日本教職員チチェ思想研究会全国連絡協議会も参照北朝鮮の公式政治思想である主体思想を信奉する団体日本教職員チチェ思想研究会全国連絡協議会では日教祖関係者が歴代会長職を務めており2006年には福島県教祖委員長日教祖副委員長を歴任した同会の寄与の和彦会長一行が 朝鮮総連中央会館を訪問し、朝鮮総連の女一万十議長から、同会の主催で行われる、日朝友好親善を深めるための、第三十回全国交流集会に送られてきた、朝鮮対外文化連絡協会名義の祝記を伝達されている。日朝首脳会談への評価、編集日教組は2002年の日朝首脳会談を受けて、拉致問題を含めた、懸案事項については、 日本の国民感情からもたちに納得できるものではないが日朝の首脳が国交の樹立への交渉再開に合意したことを評価。拉致問題に対する姿勢。編集2003年1月25日から28日にかけて奈良県で開催された第52次教育研究全国集会では北朝鮮による日本人拉致問題を主題にした報告は皆無で北朝鮮の国家犯罪は 過去の日本の朝鮮統治で総裁されるとする認識が目立った。日朝関係への言及が多い平和教育の分科会では小泉内閣は拉致問題を最大限利用しナショナリズムを煽り立てながらイラクや朝鮮民主主義人民共和国を壊滅しようとしているブッシュに付き従って参戦しようとしている。 いたずらに拉致問題や不信宣問題を取り上げ、朝鮮民主主義人民共和国に対する敵意感を倍増させている。真相究明、謝罪、保障を訴えることは、被害者家族の心情を考えれば、当然のことだが、そこで頭をよぎるのは、日本の国家が1945年以前に行った蛮行である。自らの戦争加害の責任を問わずして、他に、 何が言えようかなどの発言があった。また日教祖は拉致問題を扱った教科書について北朝鮮的史であると批判した。日教祖は2003年度の運動方針に北朝鮮の完成教職員団体である朝鮮教育文化職業同盟との交流を掲げていた。日本国内では朝鮮総連の参加団体である在日本朝鮮人教職員同盟とも連携しており、 交流集会、研究会を共催している。2007年2月24日に開催された第8回日本朝鮮教育シンポジウムにおいて日教祖の代表は日教祖は嫌がらせから在日朝鮮人生徒を朝鮮学校の教員とともに守っていきたいと述べた。2016年10月13日発売の週刊新潮で10月3日夜に岡本康史料委員長が ホステスの女性と食事後、ラブホテルに入ったという不倫行為が報じられた。記事内容では、二人でタクシーで帰宅し、日教祖名義のタクシーチケットで支払った、月100万円程度を飲食代として支払い、日教祖の経費として処理されていたと書かれ、日教祖広報は、クラブ飲食費の経費流用は否定したものの、ラブホテルから帰宅する際のタクシーチケットの指摘流用はそれを認め、 委員長が女性問題で報道されたことについては、誠に遺憾なことであり、あってはならないことと謝罪意見を表明した。特定の断素が独立していない限り、小中学校、幼稚園の教員のほか、障害児担当教員、養護教員、実習教員、現業職員、事務職員、栄養職員、臨時採用の教職員が加盟している。基本的には、 宿町村立の小中学校、幼稚園の教職員が加盟しており、一部の県教祖では、高校教員などを組織する部門を内部の構成組織としている。特定の団祖が独立していない限り、高等学校の教員のほか、特別支援学校教員、養護教員、実習教員、現業職員、事務職員、臨時採用の教職員が加盟している。基本的には、 都道府県立の高等学校や特別支援学校の教職員が加盟する。高等学校高等学校、特別支援学校特別支援学校事務職員、衆議院議員参議院議員、ありがとうございます。